はい、どうも皆さん、こんにちは。コージーグローブやります。お。ですね、時間厳守初心者。今日はですね、前回の収録から2日経ちまして、4月17日でお昼なんで、こんな風にね、見た目も全然違いますね。やっぱりここは動物の森チックなんだなと思う。でも、毎回雨降ってんな、この島。はい。お話はありますが、まあ、なんか、みんな話しかけてみるか。これはなんだろう、やっぱり、サーモンかなんか入れてんのかなと思うんですが、やっぱクマですね。これなんだ？木の実かな？お、収穫する。いいね。ゴールデンプラムの木。よし。お、枝もたくさん。このゲームね、e ショップのランキングで結構高めのところにはいるんで、それなりに人気はあるのかなと思う。発売もう1週間以上経ってるからね。魚影。釣りはまだ慣れてない。お話聞いたりしますか？かわいいね。洋服が買いたい。あ、結構あるのね、これもね。お金欲しいな。実は操作系がね、まだ分かってないところが多々あるんですけど。ちょっとね。あ、こんなところで釣りをしないで やめてやめて。よし。いろんな人に話しかけたりしてみますか。お化けだから消えるんだよね。かわいいね。お手伝いですね。突然英語になった。なんでここら辺ちょっと 翻訳間に合ってないんだろうな。なんつってた？もう。スカイって言ってたような気がしたんだけど、なんだっけ。まあ、しょうがない。行きましょう。会話しようか。めっちゃ英語だな、みんな。まだまだ小さい島ですが。住民の外側というか、いないところは色がついてないんだな。何か燃やしたい。テントをアップグレードする。探し物でもしてみるか。あ、まあ、掘れるところ掘りますか。これが目標かな？欲しがってるものか。はいはいはい。絶対に積み上げられた？浜辺の石のそばで見た。へぇ。ちょっとね、Y でバックパックを開くのね。僕、シャベルどこやった？ なくした？バッチだ。マイナスでバッチ、プラスでメニューで。ちょっと探し物ですね。砂の城だ。お、なんだ。お、これか。あったあった。渡してこようか。まあ基本的にはイベントこなしていけばいいのかなとは思いますし、仲良くなるっていうのもね、要素の一つでしょうね。なかなかハートの溜まり方見ると、親密度は難しいのかなと思いますが。じゃあ、見ても欲しいな。そっか。はいはいはい。まあ、進捗ですよね。コミックを見る。あー、これか。アイテムを投げる、走る。それが進展しました。
で、またこうだよな。くべてやると、少しイベントというか、島自体が少し変わっていくと。まあ、なんかね、幽霊とか呪いとか言ってますが、結構まったりと遊べるゲームでは当然ありますね。お、寝てる。シャルロットをよく助けるね。実は今朝、キッドさんのお店に一匹迷い込んでいるはず。うん。若くて穏やかな鳥のシンプルなお守りに見えるかもしれないわ。なんかすごいな。ちょっと行ってきますか。目標物の画像を見せてくれるからね。なんとなくわかるんだけど。あ、これ?いくら ?250 個いねえな。お金集めか。ちょっと売ったらいくらくらいになるんだろうな、物とか。例えばこれは?選択で動かす。お、あ、いいじゃない。100円なんだ。すごい。例えばこれとかは18コイン振り1コインで、ああ、はいはい。プラムがすごかったな。そうか、じゃあちょっとお金貯めてみますか。釣りかな?なんか、やっぱり。あ、でも、びっくりマークたくさん出てる。メーカーの友達、君に謝らないといけないことがある。何のこと?これ以上お詫びする必要なんてないよ。謝るな。僕の性格。まあ、なんとなくわかります。うん。またちょっとイベントが。どれでも根っこ。3の3。5の3。はい。根っこ。まあ、イベントはちょくちょくと。釣りてえな。いや。釣れるかな。お、刺しのいい魚ですね。これ何?ああ、最初に釣ったやつか。まあ、売り飛ばしましょうか。後々にね。みんな困ってんな。このコートの下に羽があと少しあればサマスをしのげるだろうが、羽が抜けたばかりでなと。羽か。はい。釣るぞー。これは、ああ、やっぱり動物の森チックにちょっと、このウェイトしたりはするのか。でも難易度的には大丈夫だな。モンハンの次程度と、難易度ぐらいだと思う。はい、ありがとう。ちょっと売り飛ばしたりしてくるか。羽だ。早っ。あれ?これでいいんだっけ?まあいいや。お、これ、プラムじゃね?物がいっぱいになってきたから売り飛ばしてくるね。キッドさん、存在感あんな。あ、でも可愛いね。なんでそんな長方形なのかなと思うんだけどね。あー、まあ、いいか。お、新顔か。よみがえれ。はい。この人は何だろう。ああ、そっか。郵便グマか。でも、死後の仕事が続くとは思わなかった。うわ、怖い。やだ。やだ、それ嫌な言葉だな。いやでも死後の世界でもさ、なんか就職探しとか探さないといけなかったら嫌だよね。そんな。はい。配達の新教師、何が違うのと。うん。事務が尽きる前、私の仕事には、あるルーティーンがあった。うん。0800の町の郵便局にきっかり届けられる。お化け配達、あれはサイキック界で処理される。サイキック界に僕詳しくないのでわからないですね。スピリットロゴをかけてもいいぞと、小包みはもっとある。探し出されるよう待っている。はいはいはい。小包み探してこい。お、これなんだ。おお、なんやこれ。木だね。
今日はね、みんな悩み続けてるんで、この島の色がモノクロですね。セピアか、どっちかっていうと。もうちょっといいのか。まあ、羽一枚じゃ足りんよな。あったあったと。水だやん。この島のカラーと同一化してるやつ。というわけで今日は4件ぐらい仕事をね、一気にやってるね。どっかいないかな。ちなみに今更ですが、これ B でダッシュできます。ダッシュというのかわからないんだけど。トタタタタタってね。あった。あったんだ、拾ってくれ。よし。よし、一回あっちから行くか。よし。キャプテンに届けようか。あ、足りなかった。ごめんなさい。あと一個足りない。なんか四つだと思ってた、勝手に。となると、あ、あった。いやー、羽をずっと探してたんですけど、見つからなかった。ね、そんなことしたらね、めっちゃキノコとか、いろんなアイテムでね、増えました。で、少しイベントね、多少進められそうなんですが、まあ、とりあえずは、カモメさんに話しかけますか。そうですね、うん。近所のものとして当然のこと、優しいね。コージーグローブで、そんなコンセプトのものを見つけるかもな、と。はい。まあ、これであったかくなるのかなと。これでちょっと好感度上がりました。まあ、焚き木ですかね。もらいました。お。そう、お金だ。お金今日ちょっと重要だから貯めとこう。今日はね、まあ、ちょこちょこっと今、依頼いただいてるイベントを進められたらいいかなと思ってるんですが。で、ついでにこの人もできそうなんで、僕のクラフトベンチはいつでも使っていいよ。何か作りたくなったらいつでもよって。作業台だな。こういうゲームの定番ですが。工房か。なんだなんだ。お、何これ。メーカーグマの工房。宝石か。うん。椅子。はいはいはい。足りてるものもあるな。疲れもそんなないね。椅子で作るか。お。完成。ありがとう。ログキャビンですか。なんかめっちゃもらった。ストーリーは進む。希望は叶ったか。お、なんかめっちゃもらった。すげえ。クラフトもできるのか。へえ。まあ。動物の森からの逆輸入みたいなもんだと思うんですけど。さて、で、めっちゃ今日くべるものもらってるからこれでもいいんですけど、せっかくだろうからもうちょっと進んでみたいな。お金いくら持ってる ?181 か。いらんもん売ってみるか。ところでこういうのって何になるんだろうね。ああ、まあお金にもできるのか。いいね。これ何?キノコは?え、高っ。これ1個100円かな?これ1個50円って考えていいのかな?キノコ売ろう。やったわ。この世界、物の価値観がよくわからないな。まあ、ありがたいけど。じゃあ、これをもらいましょうか。OK。これで、この人も願いが成就すると。あとはキャンプファイアの近くの地面に話したらどうかしら。手紙は14時間47分後に受け取ります。マジで。結構先だな。スピリットウッドもらいました。よし。で、あとは、今日今できそうなのはこれなんだよな。見張り台の近くだよ。枝の山はもう見てみた。見張り台ってなんだ?まあ、行ったらすぐわかるか。イベントこなしてみましょうか。見張り台枝の近く。
あった。見張り台ってこれか？まあいいや。海岸の近くに、枝にね、囲まれた、ちょっとアイテム隠しポイントがあったんで見つけました。渡していこう。でね、なんか色がついたのがタイミングなのかなと思うんですが、これが、こうやって、収穫できますねって言おうとしたら、なんかうまく動いてくれない。もらっちゃうか。イエーイ。意外と、あ、リュックはたくさん入るので、たくさんもらっちゃえ。ゴールデンデリシャスアップル。はいはい。これみんな解決だな。郵便ヘルパーワクワクするなと。未確認超自然的配達物。かっこいいやん。だが中には厄介な配達物もある。アラム語で叫んでいたり、悪魔の炎を吐き出したり。怖いね。これ今ちょっと話した危ない配達物ってやつ。お、なんかもらった。たくさんもらってるね。これはスカウトマスターブレイク。プレゼントもらっとく？いただくわ。これもらおう。よし。OK、救えるだけ人は救ったね。スプリットウッド対応ですね。色つくとおしゃれだね、やっぱ。お金もらっとこう。ちょっと待って。これ純粋に古いコイン1枚なんだな。多分ね、赤いキノコが1個100円したんですよね。すごい価値だよな。よし。救えるものは救っただろう。じゃあ次の段階行くと思うんですが、今日はここら辺で終わりにしておきましょう。連続で撮っておきますので、また動画上げようと思います。まあ、さっきね、ポストですかね、次のメール来るのは14時間後みたいな話があったから、あれがやっぱり実際のリアルタイムに干渉するようなお話なのかなと思いますが、まだできそうなことあるんで、続けてやってみたいと思います。それじゃあ、やっぱりこのゲーム面白いな。僕は結構その自由に生活していいよっていう動物森的なものも好きなんですが、こうイベントをたくさん出してくれるような、まあスタイルも好きなんで、なんですかね、マインクラフトと、ドラクエビルダーズの違いみたいなもんだと思うんですけれども、結構こうやって要求たくさんしてくれるのも嬉しいかなと思います。じゃあ今日はここまでにします。またよかったら見てください。さよなら。はい、コージーグローブです。木から取ってます。薪を4つも手に入れちゃったんだけど、これ大丈夫かな？全部ぶち込んでいいのかな？もう、4つあるなら全部入れろって話？バッグの中にログがあるみたい。4つ必要ってことか。これで？なんだこれ。これ明日来いみたいな話かな。あ、そっか。じゃあ今日はここまでみたいなもんなのか。そっかそっか。どうしよう、これ終了始めちゃったよ。これね、これちょっと変な感じになるけど、前回録画したやつの後ろにつけとこうかな。まあ、クラフトとかなんだかんだみたいな話はあるんですけれども。そうですね。何か作りたいみたいなこともできるから。できないこと、というかできることがなくなってるわけじゃないんですけれども。メインストーリーは今日はここまでみたいなんで。そっか、そんな感じにやっぱり作ってあるんだ。まあ、その間にね、探索とかしたりしてもいいですよっていうもんだとは思います。じゃあちょっとこれ変な感じで終わってると思うんですけれども、前回のね、終わりの後ろにつけたと思いますが、よろしくお願いします。じゃあ、またよかったら見てください。さよなら。